東京メトロ千代田線。千代田線。千代田線は、東京都足立区の綾瀬駅から、渋谷区の代々木上原駅間を呼び、足立区の北綾瀬駅間を結ぶ東京地下鉄、東京メトロが運営する、鉄道路線。鉄道要欄における名称は9号線千代田線、である。車体及び、路線図や乗り換え案内で使用される、ラインカラーは、グリーン、緑、路線記号は C。 1962年、昭和37年の都市交通審議会等審第六号において、東京八号線が、北見方面より、原宿、長田町、日比谷、池の橋及び、日暮里の各方面を経て、松戸方面へ向かう路線として示された。その後、1964年、昭和39年の改定で、日暮里を経由し、松戸方面に向かう経過値については、 西日暮里、町屋、北、線場を経て、常磐線に接続し、綾瀬園は、常磐線を線像することが示されたほか、北見方面から原宿までの経過地については、北見及木上原間は、小田急線を線像することが示された。同年12月6日の建設省、国事3379号において、 第六号等身の東京八号線は、東京九号線として確定した。さらに、1972年、昭和47年の都市交通審議会第15号等身では、起点側に、橋本、北見間が加えられた。ただし、小田急側の要請により乗り入れ区間は本厚木、代々木上原間とされた。このうち、綾瀬代々木上原間が千代田線として1969年、 昭和44年から1978年、昭和53年にかけて順次開業していい。本路線の千代田線という路線名称は、A 段東京メトロの前身で初めて職員より募集を行ったもので、応募された路線名称は1443.205、1000名に及んだ。審査の結果、応募数が208名と最も多かった。 千代田線が選ばれた。また、本路線は、千代田区内を貫通して運転されていることもふさわしい、理由とされた。車両規格の関係で十分な輸送力が確保できない、既存三路線、銀座線、丸の内線、日比谷線の混雑解消を目的とした、バイパス三路線の第1号、他の2路線は、有楽町線、半蔵門線であり、大手町、霞ヶ関、 国会議事堂前など観光庁や大企業を多数要する駅を通る重要な通勤路線である。特に東武鉄道との直通運行により混雑が激しくなった日比谷線の混雑緩和が目的とされた。緩和効果については常磐線複々線化の遠隔と問題を参照されたい。茨城県や千葉県から東京都を結んでいる常磐快速線や 相互直通運転を行う常磐線各駅停車からの乗客が多いが、東武伊勢崎線の乗客が同線と相互乗り入れする日比谷線、半蔵門線を利用せず、北千住駅から千代田線を使う乗客も多い。理由は、日比谷線よりも、千代田線の方が、日比谷、霞ヶ関両駅へ、また、半蔵門線よりも、千代田線の方が、 大手町駅への所要時間が短いためである。北千住綾瀬間は、運賃計算上は、常磐線、各駅停車との20個席区間で、運賃などの扱いが異なる、口術。この区間は、東京メトロの路線で唯一、青春18切符が利用できる区間となっている。また、この区間は2013年3月23日の、交通系、 IC カード総合利用開始以前からスイカ及び、スイカと総合利用可能な IC カードがすべて利用できた。連絡乗車券は、直通する JR 東日本、北千住接続、常磐線、亀有取出間、他に一部武蔵野線、小田急電鉄、代々木上原接続、南新宿代々木八幡間、東北沢小田原、片瀬江ノ島、唐木玉およ、 箱根登山鉄道箱根湯本の他に、東武鉄道への連絡乗車券も発売している、北千住接続。千代田線は、代々木上原綾瀬間と、綾瀬北綾瀬間で、運行系統が分断されているが、駅ナンバリングの番号は、代々木上原から、北綾瀬まで通しで付けられている。なお、将来的には、北綾瀬から代々木上原方面まで通し運行される。 列車が設定される見通しである。2018年度から2020年度にかけて、綾瀬代々木上原間の各駅で、ホームドア設置工事を実施する予定である。本路線の綾瀬代々木上原間に用した建設費用は、総額1、595億円である。その内訳は、土木関係費が941億6、138万3000円。 電気関係費が100億1、0370001、000円。車両関係費が270億7、430万3、000円。その他が282億5394万3000円となっている。定期列車は後日の特急ロマンスカー、メトロアコネ、メトロ江ノ島、メトロモーニングウェイ、メトロホームウェイを除き、すべて各駅停車である。 小田急線直通列車については、小田急線内での列車種別、各駅停車、準急、急行で案内している。現在運転されている、営業列車は特急を除き、必ず、綾瀬駅を通るようになっている。すなわち、綾瀬駅から代々木上原駅へ向かう衛線はすべて、綾瀬発及び、常磐線からの直通であり、代々木上原駅から、 綾瀬駅へ向かう B 線はすべて綾瀬駅まで運転されている。したがって A 線の途中駅始発や B 線の途中駅止まりの列車は存在しない。平日は朝夕ラッシュ時が約2から4分間隔、日中時間帯が約5分間隔で運行されており、朝には霞ヶ関駅発着や明治神宮前駅の電車も少数運行されている。土曜。 休日は朝晩を除き、終日約5分間隔で運行されている。両端駅以外で列車の折り返しが可能なのは、北千住駅、湯島駅、大手町駅、霞ヶ関駅,駅、表参道駅、明治神宮前駅、代々木公園駅である。表参道駅、代々木公園駅以外は各駅を発着する列車が現在でも設定されており、どの車両にも定期列車で、 行き先設定がない駅の分の方向幕もある。湯島駅の綾瀬よりと霞ヶ関駅の代々木上原よりには引上げ線が存在し、夜間に列車を留置して、翌朝の当駅始発列車に充当している。湯島駅の引上げ線は、根津駅方での出入りも可能なため、ここを根津駅発着での折り返し点としても使用できる。大手町駅発着は平日夜の、 下り特急ロマンスカーのみである。これは、湯島駅の引上げ線を利用して、大手町駅まで改装してくるため、大手町駅で直接折り返しているわけではない。また、明治神宮前駅代々木公園駅間では、代々木公園直下に設置されている、代々木車庫への改装線が分岐しており、非常時に、明治神宮前駅折り返しを行う場合は、この改装線を利用して折り返す。 明治神宮前駅構内はポイントがないため、直接折り返すことができない。また、平日下りの明治神宮前駅は、明治神宮前駅で乗客を降車させた後に、代々木車庫へ改装し入庫する。この車庫の列車を、代々木上原始発の上り列車に充当するときは、代々木上原駅まで折り返装列車となる。なお、一部の代々木上原駅は、折り返し上り改装列車として走り、 そのまま、代々木車庫へ入庫する。代々木上原駅からは、小田急小田原線の伊勢原駅及び、新百合ヶ丘駅経由で、多摩線の唐木田駅まで、綾瀬駅からは、JR 東日本常磐観光線の取出駅まで、それぞれ相互直通運転を実施している。特に、常磐観光線とはほぼ一体化した、運行形態になっていて、 実質千代田線の延長のようになっている。そのため駅の列車案内では、常磐観光線の存在を強調して、綾瀬駅を、この電車は綾瀬止まりですと案内したり、北千住駅で常磐線直通列車を常磐線各駅停車と案内することもある。これは、北千住駅が常磐快速線との乗り換え駅になっていることにもる。 トラブル時には、小田急線との直通運転が中止されることは、多々あるが、常磐観光線との直通運転が中止になることは、綾瀬駅が2面3線の構造で両方向での折り返し運転に対応できないことあり、ダイヤが大幅に乱れている場合でもほとんどない、綾瀬駅松戸駅間での輸送障害が発生した場合などは中止する場合もあるが、最優先で復帰させる。 常磐観光線発の上り電車のほとんどが千代田線へ直通する一方で、千代田線側からは常磐線へ直通運転をしない電車も朝ラッシュ終了近くから日中の時間帯を中心に多数設定されており、平日8から9時台は半数以上が綾瀬駅で日中の場合は約半数が綾瀬駅で折り返す形態となっている。一方、ラッシュのピーク時間帯のほか 平日の夕夜間や土休日の朝夕は大半が常磐線直通とな綾瀬駅発着の線内列車は少ない。特に平日の夕夜間は十九時代以降の沿線、綾瀬始発は二十三時代の一本しかない。常磐線方面は再延で鳥出駅まで直通するが鳥出駅発着は朝席時間帯のみで日中夜間時間帯の運用はなく、 土曜、休日の午後は14時台からある、主に、阿鼻子駅発着の運転となっている。また、常磐線との直通電車の初電は、北千住駅発着で、いずれも4時台に運行されている、松戸発北千住駅、綾瀬発4時38分、北千住発阿鼻子駅、北千住発4時54分。いずれも、JR 車の運用。東京メトロでは、 各線の営業運転開始時刻を5時内しそれ以後の3分以内に揃えているが、東西線のみ、東洋町発4時58分の西船橋機あり、この列車のみは例外となっている。北千住駅で北千住駅の列車は常磐線快速の上野行き始発電車に、北千住発の列車は上野発の始発快速電車からそれぞれ接続する。なお、最終列車も北千住駅。 A 線0時30分に、始発、B 線1時4分発松戸行であり、前車は上磐線快速の上野駅終電に接続し、後者はこの快速の松戸駅の終電から接続する。特に後者の北、千住発松戸駅は、東京メトロ線内では、唯一一時代に運転する列車である。小田急線との直通列車はほぼ終日、設定されており、各駅停車、 準急通勤準急平日朝、小田急側からの乗り入れのみ、休行が運転されている。直通運転の範囲は、伊勢原駅、唐木田駅までであるが、伊勢原発の直通列車はなく、唐木田駅は、平日朝の各駅停車一本のみである。また、複々線区間を越えて運転する列車は朝と、夕夜間のみに限定されており、それ以外は、成城学園前駅、 向こうが丘遊園駅発着が主体となっている。種別は時間帯ごとにある、程度限定されているが、時間帯によっては、各駅停車、準急、急行の3種類を運転する場合もある。2018年3月17日のダイヤ改正現在、特急以外の千代田線直通列車として、最長距離を運転する列車は、鳥出初伊勢原駅の急行、平日夕方に2本。 営業キロ 100.2km である。この鳥出駅伊勢原駅間の急行は、東京メトロ直通列車全体で見ても、特別料金不要列車としては、半蔵門線の中央林間駅、南栗橋駅間、営業キロ 98.6km を上回り、最長である。ダイヤ改正以前の最長距離運転列車は2016年3月26日ダイヤ改正から、 設定されていた取出駅本厚木駅間の準急であった。なお、この準急は2000年12月2日のダイヤ改正以前にも設定があり、当時は千代田線及び常磐線に直通する種別は準急のみであった。その後、直通列車は唐木田駅発着の玉急行が中心となり、2003年3月29日のダイヤ改正で、 常磐線内発着の準急が一旦中止となったことで2016年3月26日に前日の通り準急が復活するまでの間、唐木田駅取りで駅間営業キロ 80.2km の列車が特急以外の千代田線直通列車として最長距離を運転する列車となっていた。唐木田駅取りで駅間の列車は2018年3月17日以降でも A 線に 平日一本の各駅停車が設定されている。なお、有料特急を含めた千代田線直通の最長距離を運転する列車は、北千住駅箱根湯本駅間の特急、メトロ箱根、ね、平日1往復、土休日3往復、営業キロ 104.4km である。また、東京メトロ直通列車で最長距離を運転する列車は、 2017年3月25日のダイヤ改正で運転が開始された福都新線を経由して元町中華街駅西部秩父駅間営業規模 113.8km を走行する有料座席指定列車 S トレーンと休日のみ一往復である。ただし、いずれの列車も東京メトロの車両では運転されることはない。列車番号の末尾は JR 東日本車以後本節では JR 車が K、東京メトロ車が S、小田急車が E である。JR と東京メトロの列車番号は他の路線とほぼ共通。また、小田急線内では列車種別と運転順による列車番号が割り振られる。各社の3社直通対応車両はいずれも基本的には直通運転の範囲内の乗り入れ可能であるが、 原木大輝は小田急車のみの設定となっている。2016年3月26日のダイヤ改正以前は3路線直通運用に充当される車両は東京メトロ車のみで JR 車の小田急線乗り入れ及び小田急車の JR 線乗り入れ運用はなかった。これは JR 車及び小田急車の列車無線が他方に対応していなかったためである。ただし、 千代田線と常磐観光線の保安装置は同じであり、小田急車には当初から JR 無線の準備工事はなされていた。JR 側も実際には使用していなかったが、列車番号末尾 E を小田急車用として制定していた。この制約により、綾瀬駅発着列車が少ない時間帯に小田急線直通列車を設定することが困難であっため、 この不都合を解消するために2013年4月から JR 車、小田急車による3路線直通運転対応工事が行われ2016年3月26日のダイヤ改正から3車直通運転が開始された。これにより日中時間帯や平日、夕夜間の直通列車が1時間あたり3本になり、早朝、終電間際を除くほぼ全員時間帯において、 直通列車が設定されるようになった。こうした改良を経て、2016年3月26日のダイヤ改正では、唐木田駅発着の急行、多摩急行、本厚木駅発着、平日朝 B 線1本は、海老名駅始発の準急、平日朝ラッシュ時 B 線のみ、共同駅通過、向こうが丘遊園駅は終日停車が運転されていた。急行は、日中時間帯と、 平日朝ラッシュ時 B 線、土休日夕方、多摩休校はそれ以外の時間帯に、準急は朝と夕夜間に設定されていた。前日の通り、これ以前も含め2018年3月17日のダイヤ改正までは、発着駅により種別がほぼ固定されていた。綾瀬駅から北綾瀬駅までの分岐線は、代々木上原駅綾瀬駅間との直通列車はなく、 三両編成の列車が折り返し運転を行っている。ただし案内上、支線とは呼ばれず、単に千代田線と案内される。開業時に設置された綾瀬駅と車両基地、綾瀬検築を結ぶ車庫線を営業用に使用しているものであり、開業前の北綾瀬駅の需要予測から、ホームの有効長も三両編成分で建設された。この区間は全線が高架であり、 地下を全く通らないこの区間ではワンマン運転が行われており、綾瀬駅、北綾瀬駅にホームドア、ホームゲートが設置されている。ただし、駅番号は、代々木上原駅綾瀬駅間と当時番号で数えられており、アルファベットも本線と支線で表記が異なる丸の内線とは異なり、丸の内線は本線が M で支線がメガバイト、こちらは 代々木上原駅綾瀬駅間と同様地位である。また、有楽町線の野田市方面延伸、東京直結鉄道参照に関して、一部、半蔵門線との共用区間があることや、都心部への遠回りルートになることから、大替案として、千代田線を北綾瀬駅から八代駅、越谷レイクタウン駅、または吉川美な駅を経由して、 野田市まで延伸する構想もある。2013年度の事業計画にて、北綾世紀のホームの有効長を重量編成分に延伸して、代々木上原方面からの直通運転を実施する計画が発表され、2019年3月16日のダイヤ改正で重量編成列車の直通点が開始される予定である。このうち一部は、 小田急線との直通運転も実施される。霞ヶ関駅付近に、有楽町線桜田門駅とを結ぶ連絡線が接続している。これは、東京メトロでは8.95連絡側線と呼ばれ、延長は572メートルある。有楽町線や南北線、市ヶ谷駅構内に両線を結ぶ連絡線がある。車両の重整備を行うための綾瀬工場への改装や、 特急、ベイリゾート、東京湾大化火,火祭り、小田急線からの直通、有楽町線新木場駅などの臨時列車が連絡線を通過する。2008年3月15日より、北千住駅と小田急小田原線、箱根登山鉄道箱根湯本方面との間に、全車指定席の特急ロマンスカーが運転されている。東京メトロ、A ランのみならず、日本の地下鉄では、 史上初の指定席特急である。車両は、東京メトロと連携の上で、小田急電鉄が用意した6万系、ムズが使用されている。列車名は、本厚木発北千住行きが、メトロモーニングウェイ、北千住及び、大手町、平日のみ発本厚木行きが、メトロホームウェイ、北千住箱根湯本間が、メトロ箱根、北千住、片瀬江ノ島間が、メトロ江ノ島。 と、土休日のみ、メトロはコネと並結である。千代田線内の停車駅は、北千住駅、大手町駅、霞ヶ関駅、表参道駅の4駅。ただし、線内での追い越しは設備の都合上不可能であり、前後を走る列車に挟まれて走行することとなる。また、2011年までは土曜、休日のうち年間30日程度、運転日は年度により異なるは先日の、 有楽町線との連絡線を経由し、小田急線から新木場駅まで直通する、臨時特急、米リゾートも運行されていた。停車駅は、表参道駅と有楽町線の豊洲駅、新木場駅であった、霞ヶ関駅も停車したが、列車の向きを変えるための運転停車であり、乗客の乗降はできなかった。2011年10月以降運行休止となり、2012年3月17日の、 ダイヤ改正をもって運行中止となった。さらに2016年3月26日のダイヤ改正をもってカラキダ方面へのメトロホームへも廃止となった。これらの列車の運転開始に合わせて小田急線内では成城学園前駅に一部列車が停車している。また一般の列車と同様に地下鉄線内では東京メトロの運行乗務員、運転士、車掌が乗務し、 乗務員交代のため代々木上原駅に停車するが、同駅では旅客の乗降扱いは行わない。一部の列車では、車内販売員の乗降、及び車内販売用の商品の積み下ろしも、代々木上原駅で行う。車内販売員は、小田急レストランシステムのロマンスカーアテンダントが、小田急線内のみで業務を行う。これらの列車は、東京メトロ線内のみを利用することはできず、 利用するには距離に関係なく、小田急線、箱根登山線を含むと東京メトロ線にまたがって利用することが必要である。例、北千住駅表道駅は不可、表参道駅成城学園前駅は可能など。なお、小田急線内並びに箱根登山鉄道線内のみの利用は可能である。二千九年より、それまで通勤系電車で運転されていた臨時列車に代わって、 特急ロマンスカーが臨時列車に運用されるようになった丹沢もみじ号、メトロもみじ号、初詣初日の出号、メトロニューイヤー号。6万系、ムズは小田急線と東海旅客鉄道、JR 東海五天馬線を直通する特急、富士山にも重当されているため、システム的には千代田線小田急線五天馬線の直通運行も可能であるが、 これまで臨時列車も含めて充当されたことはない。ただし、2018年12月2日に小田急トラベルの主催するムズ運行10周年記念ツアー用、団体臨時列車として、綾瀬駅発御殿場駅行き、メトロ、朝霧号が運行されることが発表されている。北千住駅綾瀬駅間は、JR 常磐線としての区間も兼ねるため、 同区間の相互発着となる運賃は140円、IC カード運賃は133円となる、特定運賃が設定されている。定期乗車券の運賃、発売区分も JR の制度に準じている、通学定期券は中学生用、高校生用もあるほか、回数乗車券は両駅でのみ、北千住駅は千代田線のみ、同区間専用のものを発売している。また、 同区間と JR 常磐線、亀有松戸方面、JR 南千住、三河島方面にまたがって利用する場合、同区間を JR 線乗車区間とみなし、運賃計算上の接続駅も実際の路線区分上の接続駅と異なることにな。このような事情のため、パスも導入前の2002年からこの区間に限り、 東京メトロ、永画地下鉄の路線ではあるがスイカを利用でき、2013年の交通系 IC カード全国総合利用サービスの前から ICOC とか東スイカと総合利用が可能な IC カード乗車券も、この区間では利用が可能だった。過去に JR 東日本で導入されていた U カードも、この区間であれば利用でき、東京メトロ、永画地下鉄で導入されていた。 パスネットも並行して利用可能だった。西日暮里駅まで JR 線、山手線など西日暮里駅北千住駅間を千代田線、北千住駅から再び JR 線を利用する場合逆方向を含む一部の発着駅について通過連絡運輸という特別な運賃計方法がある。詳細は連絡運輸通過連絡運輸を参照。またこれに関連して 綾瀬駅西日暮里駅間で千代田線を利用して西日暮里から JR 線を利用する場合、逆方向を含む綾瀬駅西日暮里駅間の運賃を170円、IC カード運賃は165円。通常は乗車券200円、IC カード運賃は195円とする特定運賃がある。詳細は綾瀬駅の記事を参照。 2007年3月18日から東京メトロ全線でスイカと相互利用が可能なパスモが導入された。同日以降、JR 線の駅から入場して東京メトロ線を通過して、再び JR 線の駅で出場するとき、途中連絡改札を通らなかった場合、東京メトロを利用したのか判別ができないため、全区間 JR を利用したものとして運賃が引き落とされる。 この事象が発生するのは JR 東京メトロ間を途中改札を通過しないで乗り換えができる中野駅北千住駅綾瀬駅で途中改札を通過しないで JR 東京メトロ間を利用した場合である西船橋駅でも同様の事象が発生するが西船橋駅の改札を通過しないで JR 東京メトロ間を利用できるのは平日の朝夕のみで その他の時間帯は、西船橋駅で、連絡改札を経由しての乗り換えが必要なる。東京メトロ及び、日比谷線、半蔵門線が乗り入れている、東武鉄道ではパスも及びこれと、相互利用可能な IC カード、かつてはパスネットも、を利用することができるが、オシアン駅経由で千代田線と半蔵門線を乗り継いだ場合は、パスもの使用上東部線の運賃は計算されず、 全線東京メトロ線経由で計算され、大手町駅経由、または表参道駅経由と同一の金額が算出され、以下の車両が使用されている、他社車両が乗り入れてきた際に発生する、車両使用料を相互乗り入れ距離で相殺するため、小田急車にもかかわらず、小田急線に直通しない、代々木上原折り返し霞ヶ関発着運用や、JR 東日本車で、 J 常磐線内に直通しない、綾瀬折り返し運用もある。逆に、直通先の常磐観光線では、千代田線に直通しない、東京メトロ車の運用もある。2014年3月15日のダイヤ改正で、日中の運転間隔が5分間隔となった関係で、日中の多摩休校、2018年3月17日のダイヤ改正で廃止は、東京メトロ車のみの運用となったため、 小田急車の千代田線内での折り返し運用が増加した。車両設備については、千代田線と常磐観光線では、弱冷房車、第4車両や車椅子スペースベビーカースペース、第2.9車両などの位置が揃えられているが、東京メトロ16000系4次車以降は捨ての車両に設置、小田急の車両は統一されていない、弱冷房車、第2車両、 車椅子スペースベビーカースペース第1.10車両。かつては優先席の位置も異なっていた。JR 東日本 E233 系2000番台も導入当初は2号車の優先席位置が異なっていた。対面側は車椅子スペースがこちらは2009年3月より小田急の車両が優先の位置を移動することにより統一された。4000系。 1> 第1から7編成の化粧板の着色にその名残がある。車内には路線図が掲出されているが、これが2004年12月11日の小田急、多摩線春、日谷駅新設に伴い全面改定された。ただし、この時点では所帯に大きな変更はなかった。さらに翌二2005年8月24日の首都圏、新都市鉄道つくばエクスプレス開業時には、 書体も含めて全面改定された。また、JR 東日本社に掲出されている路線図は、常磐線、快速電車と同一のものが長らく用されており、千代田線内は、駅名が列挙されるのみで乗り換え案内が全く掲載されていない状態が続いていたが、2004年秋頃より、常磐観光線独自の路線図に変更され、千代田線内の乗り換え案内や駅番号まで、 掲載されるに至った。2 0 3系や2 0 9系1 0 0 0番台では、この駅番号の表記は C1、C2 と、本来の表記方法の C-01、C-02 とは異なっているもの。2009年より運用を開始した E233K2000 番台の LCD 式車内案内表示機では、本来の表記方法の C-01、C-02、 表記されている。なお、メトロ車、小田急車の車内には、東京メトロ及び、東京都交通局、都営地下鉄の路線図、メトロネットワークが掲出されているが、JR 東日本社の割合が、比較的高い路線でありながら、JR 東元社には、この掲示がなく、首都圏全体の JR 線のみの路線図はあるという、状況が続いている。 2006年5月15日から平日ダイヤの朝ラッシュ時に女性専用車が設定されている。両端の駅を7時10分9時30分に発車する全列車に設定される特急ロマンスカー及び綾瀬北、綾瀬間を除く。船内で9時30分を過ぎた時点で女性専用車の扱いは解除となる。A 線は小田急線直通列車の場合、 代々木上原駅を過ぎると設定が解除される。なお、東西線では途中駅である、明天始発の列車についても対象であるとの記述があるが、千代田線 B 線における、霞ヶ関始発列車についての言及が一切ない。2017年度の再混雑区間、A 線、町屋西日暮里間の混雑率は178%で、 開業当初から朝ラ主事の混雑は激しく、混雑率は1974年度の時点で210%を超えていた。綾瀬北、綾瀬館が開業した1979年度からは、輸送人員が急激に増加し、1984年度には混雑率が260%を記録した。1985年度以降は、ダイヤ改正のドニアサラ主事の運転本数が、 増発され、1988年度からは、毎時27本が運転されるようになったが、混雑率は220%前後で、高止まりの状況が続いた。輸送人員は1991年をピークに減少傾向であったが、混雑率は1998年度まで210%を超えており、東京の地下鉄で最も混雑する路線であった。 1999年度に新 CSATC が導入されたことで、同年度のダイヤ改正から朝ラッシュ時の運転本数が毎時29本に増発され、混雑率は200%を下回った。また、2003年3月19日に半蔵門線が押し上げまで延伸して、東武伊勢崎線との相互直通運転を開始し、北千住大手町間のバイパス路線となったことで、 東路線の輸送人員がやや減少し、混雑率は190%を下回った。さらに、2005年8月24日につくば、エクスプレスが開業し、北千住から東京都市へ直通する路線が増えた。つくばエクスプレスの開業により、直通先の常磐観光線は、輸送人員が大幅に減少して混雑も緩和されているが、同線からの乗り換え需要もあり、 当路線は現在も混雑路線であることに変わりはない。直近10年の混雑率は180%程度で横ばいであり、東京メトロの全路線では東西線に次いで高い混雑率である。2007年度の1日平均通過人員は北千住綾瀬間が479,274人で最も多く、 西日暮里町屋間が477,242人、町屋から北千住間が4 4 9千1 8人であり、西日暮里綾瀬間の通過人員が極めて多い。西日暮里駅で通過人員が減少するが、新大茶の水西日暮里間は39万人弱で推移する。新大茶の水駅と大手町駅で通過人員が一気に減少し、二重橋前から 大手町間が285,891人で、ある。その後はほぼ横ばいで推移し、代々木上原代々木公園間が2 2万2 3 9人で、最も少ない、北綾瀬綾瀬間を除く。大手町、日比谷、霞が関、赤坂など、東京を代表するオフィス街や、館長街を直結することもあり、定期利用客の割合は、東京メトロ全線で最も高い。 北千住大手町間は道路線が所要時間、本数とも有利であること、北千住から池袋、新宿方面も、西日暮里で山手線乗り換えが最速であることなど、利便性や速達性に優れていることも混雑に拍車を受ける一因となっている。遅延防止のため、朝ラッシュ時の綾瀬駅では、相互発着を行い、北千住駅と町屋駅では、 所定の停車時間が経過すると乗降中であっても、ドアを閉める。駅番号、累計距離は、代々木上原より通算。両駅とも、東京都足立区に所在。2015年6月から9月まで発車再音、発車メロディに関するリクエストを募集した結果、乃木坂駅で、君の名は希望、乃木坂46が採用されることになり、2016年3月26日から、 使用開始した。音源には、同グループメンバーの幾田恵里花が、ピアノ演奏したものが使用されている。なお、発車メロディの採用に合わせて、放送装置も更新された。その他の駅については、2018年10月6日に、代々木公園駅、同月13日に、日比谷駅に導入され、同月27日に、代々木上原駅。 北千住駅を除く全駅で使用を開始した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。